挑戦して取れなかったらもう引退するし。新年明けましておめでとう。おめでとうございます。去年から YouTube をちょっと解説して、みんな、ちょこちょこ登録してくれてると思うんで、ありがとうございます。ありがとうございます。で、今年、チャンネル登録いっぱいしてもらいたいから、動画もちょっとずつやっぱり上げていきたいんですけど、どうですか藤本さん。そうですね、もうちょっと欲しいね、もうちょっと頑張りたいねもうちょっと頑張りたい、東京来いよ、東京。そうやな、やっぱね、神戸で俺が戻った時に撮れてるっていうのもあるやん、うん、逆に藤本来てよ。まあな、東京な、まあ、ちょっと来にくいと思うけど、コロナの関係とかもあるから来にくいと思うけど、撮ろうよ、ちょっとタイミング見て、次は東京で、はい、やりましょう。はい、ってことで、心機一転、今年もファイターとしても頑張っていくんで、はい、応援よろしくお願いします。この間の動画の反響とかありました？まあだいぶ変わったやつもおんねんなっていうぐらいじゃん。あ、もう日本で来たやなって、スパーリング来たやなって感じで、うんうんうん、あとは見てくれてる人は、喧嘩売る相手間違えてるやろ、うちが言われんかった。うんうんうん、まあでもそんな感じ。まあでもええ人やったけどな、結局あの人も。まあええ人やったな。いや、ほんまただ動画でも言ったけど、ほんまにスパーリングでボコられに来て10万円持って帰っただけやからまあでも何がすごいかっていうか、もうなんか尊敬したんが、ちゃんと後からまた電話してきて、ほんますいませんでしたって、うん、電話あった。いや俺ええやつやなと思って、うんうんうん、やっぱね、悪いやつに真面目なやつ多い、優しいやつ多い。あれドーピングの件でアンチとか、はい、あの辺はどう最近。まあ YouTube でも言うてんやん、あれやってからまあほぼほぼないけど、うんうん、なんか一つすごい気になる質問っていうか、うん、なんかアンチみたいなやつが言ってきて、うん、お前ステロイドドーピングやってるかわかんねえけど、プロテインはやってるだろうってコメントしてきたと思って、うんうん、それは毎日やってる、それはマジで何やったら朝起きてすぐで昼、うん、で練習終わってすぐ、うん、で寝る前だから大体1日3回から4回は行ってるね。やってるな、行ってる行ってる間違いない、プロテインはやってますと。やってる、うん、その質問も多いねんな最近。おいおい、この間ライジン見ました。見た、てか見た、現地行ってたよ、コージ選手の応援で、うん、サポートで行ってた。どうやった？どうやろう、コージの試合見た後の試合しか実際生で見てなかったから、うんうん、見た数は少ないけど、うん、誰やったっけ。まあ朝倉兄弟、朝霧兄弟じゃない、何、朝倉兄弟、朝倉兄弟、はい、うん、朝倉兄弟の試合と、まあ堀口選手、ああ、あとはちょっと事件ありましたね。あとね、K1 からタケル選手、あ、おったけど、あれ映っとったな、夏川天心選手の時にパッとカメラ映っとったけど、うん、何しに来たんやろ何も喋ってなかったし、なんかもう何ずっとうなずいてるか分かんないけど、なんかこう分からんかった、すぐなんか不思議な感覚やった。まあそれ裏でいろんな話があるかどうかも知らんけどな、俺は、うんうんうん、知らんけど、まあでも来てるってことはなんかこう動きがあるのかなと思った、思うのと、うん、一つ思うことがあって、うん、やるならもう今年しかないぞっていう、はい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 、うん、もう今年中に2人の対決が実現せんかったらほんまに何しに来たんっていう話になってまうから、うん、それに向けてちょっと頑張ってほしいね、うん、やっぱこの K1 を背負ってるタケル選手やからこそできた行動でもあると思うから、うんうん、それはちょっとファンのためにも、うん、格闘技ファンのためにも、うん、ちょっと動いてほしいなと思ってます。うん、ジンは興味ある？何の？他団体とか。他団体、うん、興味ある、ある、ある。例えばそれこそライジンとかだってすごいやん、うんうん、まあでも俺は K1 で一本でやってきたっていうのがあるから、うんうん、まあまず、まあ、今年の抱負としては、まあ、ベルト、うん、まあ、取っていく、うん、っていうのは考えてて、お、まあ、あとはそれからかなって感じで、うんうんうん、うん、まあ、もしかしたらもうベルト挑戦して、そういう挑戦する機会があって、うん、挑戦して取れなかったらもう引退するし、おぐらいの気持ちっていう感じかな今年ね、うん、うん、あとはライジン見て思ったことは、うん、舞台とかどうやった、あれ華やかな、やっぱええよ、すごい、埼玉スーパーアリーナでしょ、うん、でライト、ライディングっていうの、すごかった、レーザービームみたいな、あれは選手テンション上がるで、うん、花道も長いし、なんか火花散ってた、いや火花散りたいね散らしたいね、散らしたい、やっぱあれは選手として散らしたい、いやあれは散らしたい、散らしたい、俺の試合でまた火花を散らす、うん、おお下手ですね、下手かいいやでもあれは本当に素晴らしい演出やから、うん、選手はすごいモチベーションというかボルテージ上がると思う、うんうんうん、地上波どう、
いやさ、地上波やばいやろ。最高最高やろ。フジテレビやで、映りたい。うん、そうやね、やっぱそれはあるよね、やっぱ誰でも。だってなんか俺 K1 のメディアとか全然俺仕事ないやん俺握手会もしたことない。まあそれ今コロナとかあれやけど、うん、サイン会とか、うんうん、握手会もしたことなければ、うん、何か呼ばれることもなく、うん、で俺ふかしに買ったのに、うん、ふかしはなんか K1 居酒屋みたいなメニューも作ってて、へー、いや絶対俺の方がうまいメニューできるよ料理な。俺自炊めっちゃしてるからね、うんうん、でまあ平山仁特製筋肉定食とかね、はいはい、あ、いいね、絶対ええと思うね。でこれもトレーニングしてるトレーニーとか、うん、すごい多分反響あると思うね。うん、もっと俺を使えよと、 K1 もっと俺を使えよと言うたれ。いやほんまね、あいつら分かってない。まあまあ分かっとんって、逆に人気がないっていうのもK1 もちゃんと分かってるんじゃない、やっぱり人気っていう意味で仁より深し、まあ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 でもそうやね。でも藤本も知っとるように、うん、俺ってその、うん、試合以外で、うん、なんかこうガチャ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 目立つよりか、その試合で熱くする方やん。はいはいはい。まあまあだからまあ後々ついてくるやろ。そうやね、うん、うん。じゃあ YouTube、 今やってる YouTube のこのチャンネルでの目標なんかある？まず1000人行きたいよね。まずね。俺もなんか俺正直舐めてた、うん、1000人登録者数パッと行くかなと思ってて、うん、やっぱいかへんね。まあ動画上げてないやん、うん、あんまり。だからまあちょっとコツコツ上げていきたいなっていうのと、うんうん、まあチャンネル登録者数1000人、うん、まあ行くのと、あとはまああの見てる方が要求してる、まあ、動画とかテーマあって、うん、そういうのもちょっと一緒にやっていけたらなっていうのもあるし、うん、まあだから質問とかいろいろくれたら全然参考にするし、まあコメントとかもっといっぱいください。うん、何でもいいです。その別に俺らに対してのアンチでも何でもいいし、ほんまに何でもいいんで、うん、ください。はい。でチャンネル登録してもらって。そうですね。チャンネル登録してもらって、でグッドボタンも押してもらって、うんうん、はい。ちょっと楽しんでもらえたらなと。登録してない人の数が多い。はい、あ、再生ってこと。再生されてるのは登録してない人の再生数が多くて。はいはいはい。ぜひ登録してほしい。ぜひ登録してほしい。ただ動画見るんだけじゃなくて、もうだってチャンネル登録ってあるでしょ、あのボタンポッと押すだけやろ。チャンネル登録とボタンポッと押すだけやろ。まあまあそうかな。押せって押せ押さんのよな、なかなか。そこは押せそういうの、そこなんか変なプライド出してほしくないよね。あ、だからこいつらをちゃんと俺はチャンネル登録してるから、うん、なんかええー、って自分がなんか嫌とか、そんなん嫌よね。もうそこはもう押せ押せ、ほんま動画そんな上がらんから邪魔せんから大丈夫、たまにしか上がってこんから押せ、押してくれ、お願いします。お願いします。今日はジンと一緒に年末ジャンボ宝くじを買ってたんですけど、その宝くじが7億円当たってたドッキリを仕掛けたいと思います。これ7億円当たった7億円当たった